まず最初に、今回使うね、オイルの紹介ですね。まず、ここにあるのが普通の、エンジンオイルですね。SL グレード、安いやつです。10W30 で、ガソリンとディーゼル両方に使えるやつです。それを、まあ、この油差しにね、取ったものです。それと、これがグリスですね。スプレーのグリス。スプレーのグリスと、シリコンスプレー。まあ、似たようなんですが、ちょっと場所によって使い分けてます。ある程度粘度の必要なところは、こっちの、グリスを使って、まあ、ただ単に潤滑っていう場所は、こちらのシリコンと、この2つを使い分けてます。で、まあ、今回は、ちょっと長い時間ね、ここで保管するので、まあ、なるべくならこのエンジンオイルか、こちらの、グリスですね、を使いたいと思います。じゃあ、これから、オイルをさしていきます。で、その前に、エンジンをかけなくてはいけないので、エンジンをかけます。はい、じゃあ今から、コンバインに乗り込みます。よいしょ。はい。これがコンバインのコックピットです。で、ちょっと下を見ると、これワンペダルです。これが、ブレーキだけですね。まあ、クラッチっていうんですか、ブレーキっていうんですか。これを踏むと、機械が止まります。で、これを離すと、機械が動き出します。で、ここにあるのがメインスイッチですね。これがメインスイッチ。で、ここにあるのが手元のアクセルになります。で、これがステアリングですね。これがステアリングで、こちらが、これが、こっちが今前進になってまして、こっちがバック、ミッションですね。はい、ミッションです。で、ちょっと後ろに行くと、これが作業クラッチになってます。で、コンバインの場合はですね、このクラッチを踏まないとエンジンがかからないようになってます。で、今ちょっとやってみますね。ここにメインスイッチあるんですが、よいしょ、これを、ただ単に回しただけでは、スターターが回りません。これを踏んで回すと、はい、スターターが回りました。